ソロモニー・ブンガビー・ロールソロモン・ベミエ・フダー・イブンガビー・ロールは、スペインのユダヤ教徒の詩人、シンプラトン主義哲学者。ベンガビー・ロール、アビケブロンとも呼ばれる。シンプラトン主義の哲学者として、プロティノスと同じく流出説を取り、最高の原理である神の意志から、知性、世界精神、自然の順に流出するとした。彼は、神を除いて、あらゆる存在者は、 質量と行走によって合成されていると考えた。この命題を初めて唱えた人として、西法では有名になる。ここで言う質量とは、必ずしも物体を意味するのではなく、単に現実体に対して可能体を指すものである。神に劣るすべてのものは、純粋な現実体ではありえない。有限の存在は常に幾分かの可能体が混合しており、 この可能体はまさしくその有限なる存在の質量であって、もろもろの知性や人間の魂の精神的な質量から物体の粗雑な質量に至るまで段階を追って不完全になっていくのである。これはフランシスコ学派の神学者たちが主張し、トマス・アクイナスが反対した説であった。アラビア語の著作は言語に通じていたユダヤ教徒によってラテン語に訳され、 中世ヨーロッパ思想会に大きな影響を与えた。一方、ユダヤ人の間では翻訳家のサムエル・イブン・ティボンや哲学者のマイモニデスが全くその存在を知らなかったと思われるほどに忘れ去られる。現在、ユダヤ教の立場からは、ガビー・ロールはユダハレビと同じく、神秘化に分類されている。著作はアラビア語による、生命の源ヤンブー。 エル・チャジャなどが有名である。生命の源は1150年以降ラテン語、訳された。助ジ上ョジョ氏は、ユダヤ教の天礼の中に残り、罪の告白で終わる、聖火、ケッター・マルカットは、洋向きプールの日の礼拝において唱えられている。虚弱体質であったと伝えられている。世にも珍しい女性型のゴーレムを、召使いとして作成したという逸話があり、 この話を聞いた王が、ガビーロールを罰しようと関門したとき、彼は王の目の前でこれを分解し、再び組み立てたという。エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデルレ書店、1953年、153P。エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデルレ書店、1953年、153P。内大月、わけ、ユダヤ教過去と。 未来ルダ男社1998年 168p ありがとうございます。